乾いたまま僕らは駆け出したんだ。ごまかせない心に気づいたから、何も飾らずそのままで風に吹かれ行くだけさ。 To be free、 日本未上陸のスーパーな激変カップ開封。ようこそおいでくださいました、ようこの部屋へ。皆さんもきっと大好き開封動画。やっぱり私はもう開封動画が大好きなの。だって楽しいんだもん。しかも今回は待ちに待ったあのカップとなれば楽しみも倍増するってもんです。そのカップがこちら。洗浄煮沸不要の月経カップ Be Free Cup。 このカップ実はね、ツイッターでは一度シェアしたことあるんですよ。覚えてる方いますかね。前回の個人輸入のアイテムは有機カップで、完全あれは見た目重視のカップだったんですけど、今回はね、カップの誕生背景とかテクノロジーといったちょっと違う角度から好奇心をくすぐられたので購入してみました。実はね、発売自体は1年前ぐらいなのかな、だいぶ前から狙ってたんですけど、すぐに買わなかったのには理由があるんです。そんなこともね、後ほど説明していこうかと思うんですけれども、とりあえず開封する前にですね、このビーフリーカップ果たして何者なのかということを少しお話ししようと思います。まずこのビーフリーカップ誕生の背景に大きなミッションですね。簡単に言うと、世界の全人類を本当の意味で自由にするという大きな目標があって、その自由の妨げになっているのがまさに生理であることから、その解決策としてビーフリーカップが生まれたわけなんですけれども、ここだけ聞くと他のブランドのイメージと似たり寄ったりな印象を抱くかもしれません。でもここからさらに世界の生理の貧困層のニーズに寄り添ったのがビーフリーカップの特徴なんです。例えばね、月経カップは世界中のいろんなコミュニティに寄付がされてるんですね。既存の月経カップのおかげで、使い捨ての生理用品に比べたら毎月支給しなければいけなかったものが1回の支給で済むという点で、環境的にも経済的にもだいぶ効率的になったんですけれども、それでもあることが障害になって、生理の貧困は本当の意味では解決できていないという点にスポットライトを当てたのがビーフリーカップなんです。その障害が何かというと、普段我々が何気なく行っている洗浄や煮沸消毒です。この洗浄が十分に行えない衛生環境に住んでいる人たちもたくさんいるわけですね。例えばスラム街ですとか、ホームレスシェルター、難民キャンプ、もしかしたら刑務所なんかも入ってくるかもしれません。繰り返し使えたとしても衛生状態を保てなかったら意味がないということで、煮沸不要、場合によっては洗浄不要、つまり経血は拭き取るだけで OK というカップを作っちゃったんですね。ではね、このタイミングで段ボールを開けてみましょう。国際郵便でね、このまま届きました。プライバシーの観点からね、ラベルは剥がしちゃってますけど、ここにラベルがついただけで、このままでしたね。ほら、見て、Be Free Cup。これね、何かのロゴに似てるって誰かが言ってたんですけど、皆さん思い当たる節あります？オープニングさ、嵐の曲だったんだけどさ、あんな曲あったのね。私いつもね、知ってる曲を歌うんじゃなくて、カップの名前から曲を探すんですよ。どうでもいい小ネタだけどね。で、ビーフリーって絶対誰か歌ってんだろうって思って検索したら嵐が引っかかったんですよね。こちらはね、カナダのカップなので当然カナダから届いたんですけど、注文から届くまでに11日間かかりました。単品買いと2つのセット買いがあって、今回はね、せっかくなので2個買いしました。サイズは4種類、0、1、2、3とあって、今回私が買ったのは1と2です。2つでお値段5509円でございます。これで送料込みですから、やっぱ安いですよね。パッケージの前に、その前になんだこれ、かわいいな。 Be free to be who you want to be、 なりたい自分に自由になろうぜっていうポストカードですね。
これかわいい。Let's change periods forever together。かわいいね。これポストカードかな。ポストカードっていうか、まあ、ポストカードの大きさの B フリーカップからのメッセージですね。さあ、では早速パッケージですよ。 B フリーカップね、パッケージもね、活かしてんのよ。 So cool なのよ。でっでっでっでー、かっこよくない？ティンなんですよ、ティン。ちなみに段ボールの中はね、こんな感じ。ちゃんと緩衝材が入ってました。このパッケージにもね、いろいろ書いてありますね。ティンの中に、缶の中に何が入ってるかっていうのと、簡単な使い方と、で、ここには、B フリーカップの特徴ですね。で、ここにさらに特徴が書いてあるんですけど、ここちょっと読んでみましょうかね。The B Free Cup is the world's first antibacterial menstrual cup made from 100% medical grade silicone. It's the first and only physically antibacterial menstrual cup. You don't need water to wash or to boil your B Free Cup between cycles. Simply wipe it clean. It contains no harsh chemicals or microbicides. Inspired by nature, the B Free Cup gives you easy to use, leak proofProtection and freedom to forget about your period for up to 12 hours. Ooh! 水必要ないですよって書いてあっちゃ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 。で、インストラクションの横にもう一丁、活かしたメッセージがね、書いてあります。Be free to laugh, to sing, to dance, to dream, to love, to life, to thrive, and grow into who you were born to be. Oh yeah! で、この入れ物なんですけど、多分ね、ちょっと、公式サイトには書いてなかったんだけど、これに保存をすることで、不衛生な環境ってさ、ネズミとか、まあ、G とかさ、こう、不衛生な生き物がいっぱいいるじゃないですか。そういう環境からも保護してくれるんじゃないかなっていうので、こういうティンに入ってるんだと思うんですけど、どうなんですかね。ただちょっと、ちゃんと乾かして入れないと、風通しはね、完全にないと思うので、そこは気をつけなきゃいけないですね。さあ、では、中身を見ていきましょうか。ときめくういあ。じゃあまずね、ポーチが入ってます。ポーチから見せましょうか。はい、こちらですね。他の月経カップと違って洗えそうな素材です。わかります？この感じ。 How to use、 使い方が簡単にね、書いてあります。で、この B フリーカップはね、とことん環境にもこだわってるので、このバッグ自体もね、再生なんちゃらかんちゃらっていうエコな素材で作られてたはずです。次が説明書。こんな感じでね、2つ入ってます。何が違うんだろう。言語が違うんだ、多分。 Yeah, I think so. Let me check inside. はい、こんな感じです。中身は全部見てないんですけど、1ページ目が全く一緒で、言語だけ違うので、言語別の冊子なんだと思います。サーフィコディスチャージなんで、その、膣から出る織物とか分泌物の色ですねによって、健康状態はこういう状態だよっていうのが書いてありますね。すごいな、これ。おー、これもすごい。これ28日周期で、その生理が終わってから生理になるまでの周期が、何が体の中で起こってるのかっていうことが書いてありますね。すごいね、これこの冊子だけですごい勉強になるじゃん。で、ちゃんとこういう風に月経カップの使い方もカラーで書いてありますね。いいね。ちょっと後でこれじっくり読みます。で、改めてお伝えしておくと、医療用グレードシリコン、もちろん世界初のアンチバクテリア加工で、12時間装着しようとなっております。さあ、ではお待ちかね、カップを出します。ディッディリディッディッディー、ビーフリーカップ。あー、Finally I've been waiting for you。マジか。いやー、これはちょっと、ちょっと何に感激しているかはね、後ほど説明していきますね。すげーな、多い。今回私が買ったのは黒とクリアですね。なんでね、私がすぐ購入しなかったかっていうと、カラバリが黒、オレンジ、紫、クリアってあるんですけど、カラーがね、長期間売り切れだったんですよ。クリア2つはちょっと嫌だなと思ってずっと待ってたら、ついこの前ね、黒だけカムバックしたので、もう速攻買ったんですけど、昨日かな、サイト見たらね、やっぱりもう売り切れてましたね。人気あるんでしょうね、だからね。はい、皆さん、じっくり見て、この独特なシェイプよ。これね、既存のカップを熱心に調査した結果、
漏れ、密閉の解除、長期使用における衛生的なメンテナンスの点で根本的、構造的な問題がいくつかあるということで、それをね、徹底的にカバーした結果のこのシェイプなんですよ。つまりね、このユニークな形には全て意味があるっていうことなんですよね。ほうほう、興奮する。そういう点も念頭に置きながら細かく見ていきましょう。まずね、サイズなんですけど、ちょっとばかしね、公式のサイズ見にくいので、まずこの1と2に関しては私の方でサイズを実際に測って、今表になって出てるかと思います。これさ、1と2でさ、大きさ1個違うだけなんだけど、すごくない？このさ。で、形は V 字ですね。まあ、万人受けしますからね、V 字は。納得でございます。次、硬さと厚みいきますか。でちなみに、サイズちっちゃい方が構造の問題かもしれませんけど、弾力性が硬い気がしますね。うん。すごい、なんだろう。リリーカップ1とも違うし、サティスファイアとも違う。とにかくすごくずっと触っていたくなる弾力性。そしてちょうどいい厚さですね。薄すぎず厚すぎずっていう感じでしょうか。リムなんですけども、ここですね。この本当にこの先っぽがピラッとこう、スカートの裾のようになってるかと思うんですけど、これがね、漏れにくさをカバーした一つの特徴ですね。これピヨンって、こう、リムがピヨンってなってるのは、あ、日本だとこれ。で、ローズは厚みがあってバッキバキに硬いんですけど、ビーフリーは薄いので、ピヨンと出っ張ってはいますけど、柔らかいですね。ここだけ、触ると本当にリムの先っちょだけ触ると柔らかいんですけど、これ折ってみるとわかるんだけど、すっごいのよ。硬くてすごい。これ音聞いていただけるとわかると思うんですけど、跳ね返り半端ないのよ。でもここのリムが柔らかいから、ローズカップのねレビュー見たことある方わかると思うんですけど、痛いんですね。バキバキに硬いだけだから。でもこれは違う。リムのそのものは柔らかいんだけど、あくまでもこの跳ね返りにだけ影響が出るような作りになってるんですよ。質には優しい作りなんだけど、でもちゃんと弾力性はあるっていうのがビーフリーカップですね。すげえなこれ。このリングにもちゃんと意味があるってことですね。で、皆さん中になんか模様が入ってるの分かります？まずそもそも空気穴がないんですよ、ビーフリーカップって。空気穴があるとそこに汚れが詰まって結局洗わなきゃいけないっていうことが起こるので、空気穴がないんですね。空気穴がなくても適切な密閉空間と密閉解除ができるようにするための工夫の一つとして、この中のデザインらしいんですよ。どういうこと？いやー、これは実際に使ってみて本当に密閉が解除しやすいのかっていうのは要検証ですね。楽しみすぐるー。で、次メモリー見ていきましょうかね。1番がね、ビーフリーカップ 15mm って内側に書いてありますね。ホワイト見えんだけど、ブラック見えんのかな？見えるけど、ミリリットル書いてないな。容量書いてないや。なんでだろう。1番の方は 15mm って書いてあるんですけど、黒の方は書いてないな。これ色によって書いてたり書いてなかったりするのかな。まあ確かに書いてあっても黒見えないからね。次 CM ですね。ここは絶対見えないパターン、これ。じゃあまたちょっと画像で出しますけど、ここにね薄く見えるんですけど、すごいスムーズですね。素晴らしいぐらいきちんと加工されてますね。黒は CM の場所違うわ。ん？っていうかさ、あれ？サイズでさ、作り違う。ここに黒リングありますね。で、白もリングありますね、ここに。でさ、その下にさ、黒は段差がないんだけど、白は段差があるんですよ。これ絶対なんか意味ありますよね、多分 P フリーのことだから。はぁ、そうですか、そうですか。で、黒の方の CM はこのリングの真ん中にありますね、ここにあります。はぁ、面白い。で、次はリブですね。リブはですね、こんな感じになってます。こうどの方向からも取りやすいように、こう指の形にプレスされてますね。でそれぞれに、グリップのドットがついてます。この空気上で試す感じはいい感じですね。いや楽しみだなこれ、ますます。この作りは1番も2番も一緒なので、サイズ感で共通だと思われます。で次はステムですね。ステムは、まあ、ご覧のようにボール型で穴が開いてるタイプなんですよね。ちょっとこのね穴はね、説明がなかっ
ったんですよね。見過ごしてるだけかもしれないんですけど、この穴なんで開いてるんだろうな。で、このボールにもグリップのドットがついてます。はい、では最後の項目、シリコンの質を見ていきましょう。洗浄不要の鍵はね、シリコンにあるわけですから、今回の鍵と言っても過言ではないと思います。洗浄不要を実現しているのは、まずロータス効果と呼ばれる技術が使われています。すぐにヒットするので、興味がある方はね、ぜひググってみてください。ロータス効果は表面に施された技術で、そしてシリコンそのものにアンチバクテリア加工が施されています。公式ウェブサイトには汚れのつきにくさの実験結果が載っていますので、ぜひ見てみてください。ただね、我々のように水に簡単にアクセスできるユーザーは普段通りのケアをするに越したことないですし、その方が長持ちすると公式にも書いてありました。あとね、カップ自体がいくらアンチバクテリア加工だとは言っても、着脱時に指を清潔にするのはとても大事なので、そこはね、ちゃんと今まで通り意識したいですね。でさ、シリコンの質なんだけどさ、すごいのよ、サラッサラ。これほんとね、ずっと触ってたくなる。で、黒とクリアでちょっと違いますね、食感が。白の方がさらにサラサラ、さらにサラサラ、サラサラすぎてちょっとこのグリップだと弱いんじゃないかなってちょっと心配ではありますね。本当にサラサラなのよ。お尻をちゃんと掴めてしまえばギュッてできるので、まあこれは要検証ですね。こっちは素材がクリアほどはサラサラしてないので、とはいっても十分サラサラなんですけど、ここですね、このボールちゃんと掴めるようになってますね。で、こっちもお尻まで掴めてしまえば、ここですね、ここでキュッとこういう風にグリップができるので、まあ問題ないかとは思うんですけども、こちらも要検証です。これそもそもさ、私には長いんだけどさ、まあちょっと無理くり使ってみますね。いやー、これはちょっと開封動画からしてマジで興奮アイテムですね。まあ使ってみないとね、わからないところもたくさんあるんですけれども、とりあえず画期的よね、いろんな意味で。今回のビーフリーカップも数ヶ月使ってきちんとレビュー動画は起こしますので、楽しみに待っていてください。ツイッターではリアルタイムでの利用状況をシェアしておりますので、ビーフリーカップ気になる、早く知りたいという方は私のツイッターもチェックしてみてください。ということで本日はビーフリーカップの開封動画でございました。当チャンネルでは月経カップに関するマニアックな情報からお役立ち情報まで発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、ツイッターやカップスウィズユーという情報サイトも運営しておりますのでお立ち寄りください。今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チューズヨカップ、チューズヨライフ、オッカップ。ステップバイステップ、ぶっ飛ぶよりも裸のまま突っ込め、デイバイデイ、退屈よりも刺激が欲しいから。ドゥデンダンドゥデンダンデンデンダンデン Yo You are my soul soul いつもすぐそばにある、譲れないよ誰も止められない。あれ歌詞わかんねえや。